はい、こんばんは。じゃあ今冷えてる状態です。今ね、なんとだ、13度ぐらいですね。気温13度です。時間は5時45分です。で、今からエンジンかけて、どれくらいで、油温が上がってきて、水温がどれくらいで上がるのかとかね、それのところをちょっと一緒に見ていこうかなと思います。入ってるオイルは 15W50 トリプル R で入ってます。そうですね、今、オイル油温13度だから気温と同じですねの状態です。水温、水温もこれ、はい、クーラーやっぱ水温14度、ほとんど同じですね。この状態でエンジンかけます。で、今取ってない、これよいどん取ってないか、はい、これはこっち置いときます。で、オートマなのでね、オートマの、油圧も入ってます。ドライブでパーキングで今8キロ、これ問題ないですね。今から見たいのは、気温13度の時にですね、水温の上がり具合と油温の上がり具合見ていこうかなと思います。これね、デフィの、メーター付けましたけど、40度以下、針触れないので、アナログの方はこっちのデジタルの方だとちゃんとデジタル出ます。13度です。オイルプレッシャーもデジタルで出てきますからね。今回は油温を見ます。しばらくこのままいきます。1分経過ね。どれくらい暖気が必要かなっていうことですけども、これで水温今26度まで上がってきました。水温計はね、ほとんどまだ上がってこないですよ。このまま待ちますよ。水温30度、31度、油温は1度上がって14度になりました。水温33度、油温はまだ14度のままですね。だいたいこうやってね、油温もう水温も最初にエンジンかける前は気温と同じなので、大体その外気温を見れば、その朝の一番出かける時の油温というのは大体想像がつきます。この上がり具合ですね、今、水の方が今39度、油温の方は15度に上がってきました。この時見れば分かるように、水温の方が早く上がって、油温はだいぶ遅れてきます。今、ヘッドとのフィルターヘッドのところから、油温取ってますから、オイルポンプから上がって、上がった後、そのフィルターまで入るまで、ところですね、ポンプで吸い上げたものがそのまま、大体測られているというふうに思ってください。
だからそれからエンジンに入って、まあ、一番ヘッド周りとかをにオイルがいけば、まあ、そのヘッド周りのオイルはもうちょっとね、もちろん温度高いでしょうけども、いずれにしてもこれが、出てきた温度ということで、見てください。今水温51度になりました。51度、イオンは3度上がって16度ですね。この辺になると今時間もどれだったのかな、今ねこれで、これ1つ3分50、いやこれで4分近いですよ。今これで今エンジンかけてから4分経過です。それで、まあ、水温は57度になって、イオンは17度です。メーターはっていうと、まあ、57度と、まあ、これ個体差ありますけど、これくらいまだあんまり動かない、ちょっとだけ針が動き始めたかなっていう感じですね。で実際4分っていうと、みんなそろそろもうぼちぼち走り出したいかなっていうあたりじゃないでしょうか。まあ、現実にこれくらいで、ちょっとね、待ってください、61度ですね。っていうと、もうヒーターバルブを引いて、例えばファンを回してみます。そうするとね、今やっぱこう暖かい風が下から出てくるんで、あ、なんとなくもう温まってきてるぞっていう感じは現実にしますね。だからもうみんな間違いなくこれ走り出しても良さそうだなっていう、まあ、全開に走らなくてもちょろちょろちょろって走るぐらいじゃいいんじゃないかなっていう感じの温まり方をしてます。もう今時間にしても、5分経ってますね。5分、5分半ですね。見えます、ね、見えますか、見えるかな、はい。まあ、毎回やっぱりね10分ぐらいで必ずするよっていう人もいますけども、まあ、そろそろ出たいなっていう人、まあ、もうすでに出ちゃってる人もいるでしょうし、これくらいまで待って5分ですね今ね。これくらいがもう結構これくらい暖気すると優秀な方じゃないのかなと実は想像します。水温70度で、油温は19度です。またね、そんなにやっぱり13度ぐらいからなのでね、あの寒冷地に比べたら、まあ、真冬の寒冷地に比べたらそんなに寒くはないですけども、じゃあこれ今、これくらいで19度ですよ。水温73度ですよ。もうほぼ大体もう暖気終わっちゃったかなって感じがするような感じの時で、今6分、今6分半ですね。こんな感じですよ。このままエンジンは回し続ける、あ、20度、イオン20度までなりましたね。ピン立ってる、イオン20度で、水温が76度です。77度で、まあ、こんな感じでこう推移していくわけですけども、だいぶ遅れてやっぱりイオンの方上がってくるんですね、はい。まあ、これがオイルの粘度によって、まあ、20度の時にオイルによっては15W50 入れると結構まだ硬いです。ですからこの季節に応じてこの20度、これくらい換気して今20度ですから、これくらいで走り出したいなという粘土、同粘土になってきてるかどうかっていうのも大事な問題かなと思います。もうね、79度だし、ね、79度、要は21度です。もう7分ぐらいかけてますよ。これ、ね、これビデオなんでね、これずっと見てるかどうかっていうとね、まあ、途中でまあ下がって早送りして見ていただければいいでしょうけど、水温計が上がってきましたね。まあそうですね、これくらい、まあ、ちょっとまあ10より低めですけれども、これくらいだったら確かにもうヒーターも効くし、
もう月も84度まで上がってきてる。でも気温22度だって感じですね。まあ走り出してしまえば気温上がると思いますけども、とりあえずこういつ頃まで暖気したらいいのかなっていうところを迷うと思うんで、これで今23度一旦ここで、走り出しますよっていう感じで、暖気の、中継というかね、ビデオ終わります。